レインボーライフル砲を採用した。その背能は 45.3kg の砲弾を、行角15度で9140メートルまで届かせられた。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。砲身の上下角度は、行角20度、深く3度で、左右の旋回角度は、甲板上に配置したものは300度であった。 発射速度は1分間に5から7発と速かったであった。本艦の複方庭に,はにアームストロング射程、アームストロング 12cm 単装砲を採用した。その性能は 20.4kg の砲弾を行角20度で 9050m まで到達できる性能であった。これを棒立てのついた単装砲がで旋回と不行は主に人力で行われ、 方針の行角二十度、深角三度で、砲側三百六十度旋回できたが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。発射速度は、毎分後から六発だった。他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロング五点七センチメートル速射砲を採用した。その性能は二二点七キログラムの砲弾を行四十五度で七千九百五十五メートルまで、 到達できる性能であった。これを棒立てのついた炭素砲画で6機搭載した。旋回と不良は主に人力で行われ、方針の行革60度、深く8度で、砲画は360度旋回できたが、実際は上部構造物により社会に制限があった。発射速度は毎分15発だった。他に、 手法では手に負えない相手への対抗として35.6センチメートル、魚雷発射艦を単装で4機4門を装備した。カナダ海軍時代の本艦のイラスト。1892年の収益後に極東戦隊に配属されて中国沿岸部で任務に就いた。次に、マルタ島を母港に1895年から1898年にかけて地中海艦隊に所属した。 その後は老朽化のために本国に戻されて、練習艦として使用された。1910年5月4日に発足された、カナダ海軍に8月4日に、ポーツマスにて、最初の配備艦艇として、ダイアデム級防護巡洋艦、内容日と共に、引きカナダ海軍に渡された。本艦はカナダ海軍機関、レインボーとして、イギリス海軍中佐、JDD スチュアートの指揮で最終駅。 11月7日よりエスカイモルトを母校として太平洋方面で任務に従事。第1次世界大戦勃発時にはドイツ東洋艦隊の捜索任務に従事し防護巡洋艦ニュルンベルク・ライプツヒの捜索にあたり、一時はライプツヒを捕捉するも取り逃がしてしまった。本艦はこれが今大戦での唯一の戦闘記録であった。 1916年から1917年にかけて、ロシアから1.4億ドルをバンクーバーへ輸送した。老朽化により1917年5月8日、除籍後、宿泊艦となる。1920年6月に、シアトルの解体業者に売却処分。ありがとうございます。